鹿児島県総合体育センター体育館は、鹿児島県鹿児島市に新た4丁目に所在する体育館である。太陽国体寺に建設使用された県営体育施設群の総称である鹿児島県総合体育センターの名を関する施設の一つであるが、この呼び名は長く、またこの名を関する施設が複数地域にわたって多数あるため、県体育館または、 県立体育館と呼ばれている。体育施設としての利用頻度が高いため現在では一般公演会用の施設としての利用は原則として受け付けていないが伝統的に鹿児島大学の入学式及び卒業式はこの体育館で行われている。聖火スポーツグループが指定管理者となって管理されている。かつてはプロバスケットボールチームレノバ鹿児島がホームアリーナとして 現在は、後継の B3 リーグ、鹿児島レブナイズのホーム会場の一つとして、使用されている。市中心部に近く利用頻度は極めて高いものの、外観の老朽化だけでなく、床のボールの跳ね方が、場所によって異なるなどの不具合もあり、また、バスケットボールコートが2面しか設けられない、狭さなど、全国基準で見た、設備整備で劣った状況にあり、 設備基準面で多くの競技で全国大会規模の大会は開けない状況となっており、同じく、鹿児島県営の県武道館とともに移転整備が議論、検討され、伊藤祐一郎が鹿児島市内の商業施設、ドルフィンポートに隣接する県有地に、鹿児島県立総合体育館を新設する構想を打ち出したが、市民の反対の声により、2013年8月に、 県立総合体育館新設構想は白紙撤回された。2016年6月、三貫図の里氏が JR 鹿児島中央駅西口の県有地と隣接する日本郵便の土地を合わせた約1万6000平方メートルが最適地として整備構想を打ち出したが、交通混雑の問題など諸問題をクリアできずに反対意見が多く、2019年9月10日この 構想を撤回。同年11月28日、今度は候補地として県庁東側の県にあ地を選定し、隣接地の MBC 所有地買収の交渉に入ったが難航。2020年7月の県知事選の結果、知事が交代したことにより、この構想も実質上白紙に戻った。8月には、塩田光一知事が MBC との交渉は白紙になった。 胸を明かした。B リーグなど屋内プロスポーツの発展もあり、国体第一世代の体育館に代わる、新たな大規模アリーナの建設が全国各地で進んでいるが、鹿児島県は建設が進まないどころか、タグ見ないほど議論すら進んでいない状況である。ありがとうございます。